映ったみたいですね。じゃあ、来ました。一回閉じます。はい。OK。すいました。大丈夫でしょうか。こんにちは。こんにちは。おはようございます。おはようございます。こんにちは。最初に自己紹介をしちゃっていいですかね。お願い私、しま奏者す。の、リプテと申します。先ほどトリデラ走られてたシロさんが、割とモダン、最近の作品のカービィ作品をメインで走られているんですけれども、僕はどちらかというと、レトロというか、古い方のカービィ作品をよくやっておりまして、昨年末の RT in Japan では、カービィ3エニーパーセントの方で走らせていただいたんですけれども、今回はカービィ2のベストエンディングの方で、走らせていただきます。このベストエンディングっていうカテゴリーなんですけれども、このカービィ2では7つのステージ、7つの島がありまして、各ステージに1つ虹の雫っていうキーアイテムのようなものがありまして、それらをすべて集めた後に、出てくる真のラスボスを倒して、ハッピーエンドのエンディングを見るまでの、タイムを競う RTA になっております。では、解説の後藤部さんの方も。こんにちは。解説のことぶです。トリデラでね、41分頃にコメントがあって、カービィはいつ出ますかっていうのがあったんですけど、ついにね、ここで出るということで、お待たせいたしました。一気にね、リプティさんも言ってましたけど、カラフルからね、白黒になったんで、皆さんもね、まあ、多分おじさんとかがたくさんいらっしゃると思うんで、20歳若返った気持ちでね、ちょっと見てもらって、子供の頃ね、思い出して もらったらいいと思います。あとはちょっと、このカーブ、これちゃんとね、カービィをね、リプティさんがプレイするっていうことで、ちょっと私の認識がね、間違ってなければ、ラスボスって何でしたっけ？まあ、カービィ作品ですから、デデデ大王なんですかね、先ほど主で人すよ公同ね。士で走られやってぱ、いた。そうですね。やっぱ、デデデって本来敵ですからね、まあ、ラスボスだと思うんでね。いや、本当にね、ラスボスを倒したら、一体タイマーね、いくつなのか、すごい期待します。というわけで、早速スタートしちゃいましょうか。はい。では、カウントダウンの方をお願いしてもよろしいでしょうか。わかりました。では、カビ2、頑張ってください。5からいきます。5、4、3、2、1、スタート。よろしくお願い頑張っしてまくす。ださい。はーい、頑張ってください。さあ、ということでね、一気に平和な BGM が流れ始めましたね。カービィは、カービィ2はね、基本、この横移動。横移動が最速なんですけど、この坂道を下るところ、そこで最高速を迎えるんですよ。で、そこでカービィが吸い込みをして吐き出すことによって、その最高速をちょっと維持してるんですね。この小さいね、小さい積み重ねがね、大切なんですね。あっという間に、あ、これカービィがね、痛そうでしたね。一回ちょっとやらかしちゃいましたが、そうですね。あ、デまだレレこのれでいいね、のでは。デレレのウィキね、本当に助かるんでね、ありがとうございました。私たちね、やっぱデレレ大王とかね、ちょっと詳しく知らなかったんで、助かりますね。さあ、早速ね、コピーしたのはバーニングですね。このカービィ2は、初代のカービィからちょっと一歩前進して、なんとコピー能力がね、使えるようになってるんですよ。いや、素晴らしいですよね。デレレですら、やっぱハンマーしか使えなかったんで、それと比較すると、このカービィがね、コピー能力を駆使して、こうやって進めるっていうのは非常に進化しましたよね。ちょうど中ボスを倒したときに、なんか袋から変なやつが首を出しそうていですね、たんなんですかけれども、出てきましたけどね。まあなんでましょうあまあ、ね。敵キャラだよとく思わうんかでんね。ないよね。ちなみに今、パラソルにね、コピー変更されましたね。このパラソルっていうのは、降りるときにちょっと加速がつくので、それをね、有効活用していると。ジャンプして、加速して、ジャンプして、加速して、ジャンプして、加速して、ジャンプして、加速してっていうのをね、繰り返してるわけですね。この小さなね、積み重ねがね、ほんと大切なんですよね。人生と一緒ですね。深いですね。まあ、RTA が人生の無駄ではって思った方いらっしゃるかもしれないんですけど、これでやっぱ人生にもね、休息の時間、趣味の時間っていうのをね、うまく使うことは大切なんで、メリハリが、あ、今26で手に入れましたね。
20連続を手に入れたんで、今のがね、これカービィ2の、カービィ2がベストエンディングを迎える要素なんですね。あれを、すべてのステージ、すべてのステージで集めることによって、ベストエンディングを迎えることができると。デレデを倒してハッピーエンドを迎えることができるということですね。あそこのブロックを開けるためにあのパラソルに変えたんですね。そうですね。さあ、もう早速一面のボスいきましょう。イツユツですね。ちょっと風邪ひいてるんでしょうかね。あ、リンゴ落としてきましたね、これ。リンゴ？リンゴ？リンゴ？落ちますね。リンゴ、素晴らしい。これね、ちょっとランダムなんですけど、この敵、このウィスピーウッズがね、リンゴを落とすか、トゲを吐いてくるか、いろんなね、ちょっとパターンがあったんですけど、今回はね、かなりデレデレでしたね。素晴らしいと思います。やっぱ大会の時にね、こうやってデレを引くっていうのが、やっぱ常日頃ね、練習をしていた成果っていうことなんじゃないでしょうかね。どんどん行きましょう。ずっと根っこ出し続けましたね。うん、本当に。今もね、坂道をね、下りながらスピード加速をね、つけて進んできましたね。基本カービィの進行をね、妨げるものは吸い込んで進んでいくって感じですね。さあ、ここで、アニマルフレンド、クーが出てきましたね。いやー、第一のパートナー、クーなんですけど、彼はですね、空を飛んでこうやって移動できるわけですね。この時ひたすら A 連打してるので、結構ね、やってる側はね、指が忙しい。危ない。ちょっと怖いですね。すみましたね。そうそうそう。クーといるとね、2人分なんで、うん。2人分なのでね、2つブロックを破壊しないといけないので、ギリギリ。あ、なんか僕の方でちょっとプルルが鳴ってるんですけど、気にしないでもらっていいですか。なんか鳴ってますね。そうですね。気にしないでもらって。さあ、今、ブロントバード君もね、ちゃんと避けていきましたね。はい、これ、ね、敵避けがね、結構鮮やかなんですよね。あとは吸い込みは、上から敵を吸い込むと、素早く吸い込める。これ、小ネタですね、うん。このゴルドをすり抜けて入っていくと。素晴らしい。素晴らしいですね。で、取り逃したアイテムが、そうですね。ありますので。このニードルで、ここが開くので、虹の雫をゲットしましたね。これで2つ目。もうあっという間ですね、これ。この調子でいくと、3分で終わって、これ全体で確か7面だったんで、21分で終わるかもしれないですね。いいですね、何分でしたかね。予定タイムね、ちょっと50分なんですけどね。さあ、カッターを吸い込みました。このカッターは、クーのカッターは、3つ。クーのカッターはね、カッターが3つ出てくるんですよ。それを中ボスに3つ当てるんですね。そうすると、こうやって綺麗に倒せると。今、ジャンパーシュートっていうね、傘のキャラいたんですけど、一瞬でね、死にましたね。ちなみに、このクーの、クーのカッターは、なんか3つ当てても、多分3じゃなくて 2.5 のダメージなんですよね。だから、その 2.5 を2回与えると5ダメージになるじゃないですか。あ、でも、細かいからちょっと言わなくていいかな。なんかメモリがそう減ってくるのが、そう、ちょっと違うんですよね。さあ、あっという間にヌラフ&ネリーって、あおっとぶつかってしまいましたね。このイノシシのでっかい方がヌラフだと思うんですよ。私の記憶が正しければね。そう、ね、うん、そう、親がヌラフ。で、子供、お、いいぞ。こいつにね、綺麗に肩を当てていくと。OK。ちょ、やっぱね、イノシシ最近有害生物扱いされてるんでね、しょうがないですよね。まあ確かに。増えすぎちゃうとね、やっぱり。このままね、野に出てきちゃうと危険なんでね。あ、そう、呼び鈴がね、ちょっと失礼しましたって感じですけどね。さあ、あっという間にね、海のステージに来ましたね。すごい爽やか。やっぱ夏にはね、こういう爽やかなステージがいいですよね。あと、この仲間に乗ってる時と、このカービィ状態の時でね、BGM が違うっていうのも非常にね、カービィ2、このゲームボーイソフトにしてね、とても素晴らしいポイントだと思いますね。まるでトリプルデラックスのようですね、本当に。あ、さっきトリプルデラックスでもこの曲流れてましたよね。もうすごいアレンジがね、良かったですね。心地よかったです。睡眠用のね、BGM にしたいぐらいでしたね。で、さりげなくカービィは今、ストーンをね、手にしています。このストーンのコピー能力はね、なかなか威力も高いし、無敵状態にもなれるので、まあ、おすすめですね。皆さんも何かあった時には、ストーンをコピーするとね、無敵状態になれるのでね。で、ステージもう3に来てるんですけど、3面まではね、この3ステージ構成になってるので、楽しく行きましょう。
あとは水中ステージですね。この水流、土管から流れ出る水流がね、結構問題なんですけど、これをね、一体どうやって攻略していくのか。そしてこの敵の名前は、この敵の名前は確かマスターグリーン、マスターグリーンっていうクラゲなんですけど、まあグリーン要素一切ないですけどね。うん、白黒ですからね。そうですね。うん、さあ、回になりました。あ、この曲ですね、この曲。この曲がさっき流れてましたね、トリプルデラックスでね。いやー、またね、カインなんで。そうそうそう、癒しの曲ですね。カインはね、水中だとめちゃくちゃ活躍するんですけど、この陸上だとね、普通に歩いてるだけだとすごい遅いんですよ。ぶつかりましたね。このカッターがね、すごい決めてくる。あそこに投げられるとちょっと避けられないんですよね。そうそうそう。この敵キャラのパターン、攻撃パターンも2、3パターンあるので、デレコードを祈るっていうのが唯一の動きですよね。あとこのゴールゲーム、A ボタンをタイミングよく押すと上の方まで行けるんですけど、まあ、基本 A ボタンを押しっぱなしにしてると一番下でね、ピッてなるので、さあ、こう A 連出してますね。A 連出して、上の方に行って、敵に当たらずに、カエルを避けて、あ、でもこれカエルじゃないんですよ、そういえば。このカエルみたいな敵キャラなんですけど、こいつ調べたらオタマジャクシだそうですよ。そうなんですか。そう、他のカービィシリーズだとカエルなんですけど、すごいと思ってました。これは多分うなぎだと思いますけどね。うん、そうですね。イライル。そう他のカエル、あ、ここ隠し扉があるんですね。本当はカインスパークって言って明るい状態にできるんですけど、その時に気づくんですけど、まあ、私たちはね、気づいていると。そうですね。虹のしずくもスパークで来てもこの虹のしずくは取れないんです。そう、取れないですね。ここストーンで破壊しないといけないんで、知ってる前提なんですね。だんだんちょっといやらしくなってきましたね、構想が。そろそろこれをプレイしていたかつての小学生たちは虹のしずくが取りにくくなってくると。ぴょんぴょんいきます、ぴょんぴょんいきます。そう、カインはぴょんぴょんしていれば基本動きもそんな遅くないので、やっぱカインマスターであればそんな苦労することはないですね、日常生活も。さあ、このオタマジャクシたちを避けていきます。こっちに向かってくる習性があるので、誘導して避けたりとか、あとは自分が先に動いてしまえば当たることはないですね。たまに当たりますけどね。ないところは処理していってっていう感じですね。そうそうそう、さっとコピーしてすぐ戻ると、さっとストーンで倒すと、さっとストーンで倒すと。素晴らしい。いや、あっという間に3の3も終わってしまって、次のボスの名前は確か、なんだっけな、スイートスタッフね、すごいお菓子屋さんにね、お菓子屋さんにいそうですけどね、スイートスタッフはちょちあんこなんですけど、下からねカインストーンでゴリゴリ削ってすぐ終わりと。素晴らしい。ちょっと被弾しましたけど、まあ誤差ですね、うん、さあ 30%。さあ、このまま 30% 進んでね、最終的にはね 100% になるんじゃないかと私は思ってるんですけど、一体ね何パーセントなんでしょうかね。さあ、打って変わって雪のステージ。今ねちょうど暑いですからね、こういう雪のステージが涼しくていいですよね。坂道ダッシュを使いつつバーニングをゲットと。基本ノーマルカービィの状態だったらこのバーニングで進むのが一番早いですね。綺麗にドアに入りました。ペンギンの上を越えて、このペンギンはねアイスのコピーを持ってるんですけど、当たりましたね。ペンギンの頭に当たるともちろんダメージを受けます。だんだんねカービィ2の中ボスもねいろいろ出てくるので、これブロッキーですね。さっきのトリプルデラックスにもブロッキーデラックスがいたんですけど、こっちのブロッキーの方が絶対強い。今回はデレコードを取ったので綺麗に倒すことができました。素晴らしい。頭をぶつけて、ちなみにカービィの落下が高いところから落ちると頭突きになるので敵をね破壊することができますね。落ちながらバーニングをしてタイゴールと。いや、気持ちいいですね。あ、コメントをね見るのを忘れていましたね。ちょうちんあんこのねウィキも非常に助かりました。ありがとうございます。さあ、ここねちょっとドアに入るのがめちゃくちゃ大変なので皆さん見てください。一発で決めましたね、これ。私しか興奮してないんですけど。今ね、ドアに入るのがちょっとかなり難しかったんですよ。なぜかというと、逆風が吹いていたんですね。ドアに入る、ドア
ドアに入る方向と逆に風が吹いていて、非常にね、本当入りにくかったんですけど、それをね、難なく決めてしまって、次のつららにぶつかるっていう。これがね、うん、大会っていうかね、こういうイベントのね、面白いところですよね。どうでもいいところに見せますね。あとは、ここはバーニングではないとね、破壊できない氷の壁なので、バーニングで強制的に進んでいきます。素晴らしい。幸運もね、助かります。いろいろね、助かる文章がね、ありますね。本当にありがとうございます。バーニングで敵を避けながら進んでいきます。ここもね、やや微細な調整がね、ありますけどね。さあ、トリプルデラックスにもいたミスターフロスティがここで出てきました。3回バーニングを当てて、セレクトでコピーを外してまとめて倒すと。いいパターンですね、行動パターン。素晴らしいパターンですね。そうそう、いつものパターンですね。だんだんね、ちょっと調べる、ウィキが、ウィキ国語辞典がちょっと増えてきたんでね。国語辞典は、そろそろいいと思いますよ、私は。ありがとうございます。まあ、助かってますけどね。うん。会員がまた来ましたね。本当にね、このカービィツアーね、水ステージ結構多いので、会員がね、非常に有効なんですよね。他のゲームだと、意外と活躍しない?なんか、外れみたいな。感じを持たれてる会員なんですけど、カービィ2ではね、こいつがいないと成り立たないまであるんで、非常にね、有用なキャラクターですね。だからカービィ2やってる人は多分会員好きだと思いますね。無理?さあ、ゴールしました。あっという間ですね。さあ、ステージ4なのでね、4面まであります。ということは、ステージ5は5面まであるってことですね。さあ、こいつの名前はちょっと忘れてしまったんですけど、こいつもまとめて。ああ、早いですね。僕、いつも火で倒してたんで、こういう早いやり方があるんだなっていうのを再認識しています。タイミングで突進というか、斜めに突っ込んでくる場合は、多分、貫通弾にした方が早いのかなっていう感じですね。さあ、いつの間にか、強制スクロールステージですね。カービィ2には強制スクロール水中ステージ、強制スク水のステージはないんで、この強スクステージしかないですね。皆さん残念だと思うんですけど。あと、ここ通常プレイだとね、カインで来ると非常に難しいので、皆さんもね、通常プレイされる際は十分注意してほしいと思います。なんでこのバーニングをね、わざわざ連れているのか。さあ、ドア前のスカーフィーも綺麗に倒して、ぴょんぴょん飛んでいきます。サーキブルに注意。サーキブルがカッターを投げてきましたね。サーキブルはね、本当にカッターを投げてくるのがもううまい。敵ながらね、あっぱれという感じですね。さあ、氷のブロックを壊して、下に降ります。さあ、ここで、ブロックを吸い込んだ後に、一回外したコピーをまた取るというね、これ高等テクニックなんですよね。これ高等テクニックなんでね、皆さんもね、やってみてください。ただこれが正規ルートなんですよね、この作品。そう。RTA 向けのチャートというわけではなく。よくね、そう、あ、ナイスナイスナイス、素晴らしい。このシャッツオのね、弾はね、なかなか当たってくるので、素晴らしい。そう、ここ難しいんですよね。これね、検索、解説もね、ちょっと被ってるところがあるんでね、スクール水着で被らないでくださいね。さ、やってまいりました、アイスドラゴンですね。これ、非常にね、可愛いキャラクターで、ただね、口を開けて歩いてるだけのキャラなんですけどね、非常に可愛らしいですよね。たまになんか、臭い息を吐いてくるので、そこだけね、避けて。危ない超危ない危ないですね。飛行する前に倒せました。よかったです。スクール水着をかぶるじゃなくてね。スクール水着をかぶるのは誰でしょうね。さあ、あっという間にごめん来ましたね。今ちょっとなんか新キャラがいた気がしたんですけど、気のせいですね。どんどんいきましょう。さあ、カービィになったのでね、曲もどどかになって、バーニングでどんどん進んでいきます。トマトもする。このカービィ2にはね、マキシムトマトはあるんですけど、無敵キャンディーがなくて、無敵状態になるっていうのがないんですよね。これね、他のカービィはね、無敵キャンディーがあって、羨ましいなって思うときあるんですけど、危ない。なかなか攻撃的な敵がいますね。たまにありますね、あいつが。中央差出てるけど、通常敵がね、なかなか攻めてきますね。いけないか。あそこもね、綺麗に連打が決まる。オーブノーイ。
死ななければ問題ないですね。問題ない。さあ、ここは敵を貫通しながら進んでいくと。かわいいハムちゃんのキャラクターはなんていうの？かわいいハムちゃんのキャラクターっていました？いやー、ちょっと見覚えがないんですけれども。そうですね、私もまだちょっと確認してないんで、ちょっと解説のしようもないんですけどね。あー、ちょっと高いな。あ、ぶつかってしまいましたね。これバウンシーにね、ぶつかってしまいました。さあ、忍者の和牛を3個当てて、2つ吸い込んで当てると。さあ、残り体力1になってしまったが、これ大丈夫なのか。ちょっと今回被弾多いですね。なかなかね、あの雑魚敵がね、攻めてくるんでね。そうですね、仲間が被弾する分には、あの合体解除した時にその分はチャラになっちゃうんでいいんですけど、カービィの体力はずっとキープなので。そうなんですよ、アニマルフレンドと合体した後も、カービィの体力はこの1のまんまなんですね。これは困った。これは困りましたね。しかも強制、あれこれ水中がちょっとあったので、ここ強制スクミスステージだったんですね、実は。いやー、ただのスクロールステージかと思ったんですけど。あ、でもトマトあってよかった。あー、よかった。トマトがありました。よかったですね、これ。ちょっとずれてしまったが、セーフ。オッケー。いやー、よかったですね。危なかった。神の体力をね、満タンになったということで、カッターを手に入れましたね。これさっきもね、カッターあったんですけど、カッターもね、非常に遠距離に攻撃できて便利な技ですね。これからも活躍していくと。でカッターということはやっぱり空のね、出番ですね。空の出番ですね。もうカッターといえば空、空といえばカッター。切っても切り離せない関係ですね。まあ、カッターでね、切れてしまうんですけどね、敵は。本当に思いつきで申し訳ないですね。リプティさんがね、笑ってくれることだけがね、本当に私がね、こうやって喋っていられる一つのね、要因ではあります。さあ、クーはね、本当 A 連打をすればするほど俊敏な動きをするのでね、非常に鮮やかですね。この空に関してはクー、そして、海と、まあ、水の中と陸に関してはカインっていう感じでね、進んでいってます。ここはね、結構空のステージが多いので、空がね、活躍しますね。あーっと。おっと、当たっちまいました。危ない、危ない。このブロントバードがね、その勇気を出して体当たりしてくるんですけど、これをね、華麗に避けていく予定が、ブロントバードの体当たりにね、当たってしまいました。あとはね、めちゃくちゃ怒ったプロペラーっていうやつが、おっ、こいつの名前はキャプテンステッチ。キャプテンステッチ。ちょっと遅れましたね。こいつはね、自分の周りのトゲをあの敵にぶつけてくるっていうね、結構命知らずな敵なので。さあ、ここね、風が吹いてますね。風が吹いてるってことは、カービィが流されてしまうと。これ、クーならね、抵抗できるんですけど、カービィだとね、流されてしまうので、そのままね、流れに身を任せて進んでいきます。ワーニングで飛んで、ドアに入ると。OK。そう、あれ、ゴールドに似てますよね。あれ、キャプテンステッチって名前なんですよ。覚えましたか、皆さん。私もね、最近覚え直したんですけどね。さあ、水中もバーニングで飛んでいく。バーニングは壁にぶつかると反射で上にフォワーンって飛んでいくので、それを利用してね、壁にぶつかっています。トゲ投げた後ね、あのワイトそっくりなちょっとツルツルな人はね、あの元気出してください。さあ、ここも綺麗に抜けてきましたね。素晴らしい。さあ、5の4クリアして、ということで5の5に行くはずなんですが、あれあれ、お、ここでまさか、え、あ、新キャラですね、これ。新キャラの、このキャラクターはリックっていう新キャラなんですけど、彼はね、ここで活躍するんですよ。この、ここでね、唯一活躍するキャラクターなんですけど、彼はね、このスパークをね、持った瞬間、非常にね、活躍すると。いやー、来ましたね、これ。カービィ2。カービィ2のソフトの、パッケージにも出ている、サイカワキャラ。リックがね、散々で今まで落としてきたんですけど、やっぱここはね、やっぱ彼なしでは、攻略が非常に難しいと。まあ、やろうと思えばカービィだけでもいけるんですけど、あまりにリスクが高いので、こういう大会では私もリックに乗ると思います。じゃ、このリックを使ってね、どんどん進んでいきましょう。ピカチュウではないですけどね、ちょっと似てますけど。あ、でもこれ、ある意味本当ですね、ピカチュウですね。
まあ電気吐いてるネズミなんで。そうですね、うん、ハムスター引きもね非常に助かります。ありがとうございます。さあここもね、ここ結構ね強制スクロールなんで通常プレイだとねなかなか難しいんですけど、こなれたもんですね。さあスパークでしか破壊できないブロックを破壊して、これリリックじゃないと届かないんですね。会員でも空でも届かないと。さあここで24時ずくをゲットと。このね強制スクロールでリックで進むっていうのが非常に難しいので、ここもねなかなか小学生ぐらいだとね難しいんじゃないでしょうか。ちょうどリックが登りづらいような感じの配置ですからね。そうなんですよ、本当にね任天堂、あれなんかこのステージの構造がなんか任天堂がいやらしい作りをしている。ああゴールしましたね。ゴールしました、まあ、ストーンで一気にね落下していったんで、まあここのね、そうそうそう、ステージの全体像を把握しようなんて人はねいないと思うんで、うん、さあここでねさっき逃したね会員をまた捕まえて進んでいきましょう。さあ、シャイン&ブライト、この月か太陽かはランダムなんですけど、この擦り当てですね、素晴らしい素晴らしい。ここのねギリギリ、このギリギリを攻めてねこのストーンで当てていくのが非常に難しいんですけど、もう月がね綺麗でしたね本当に。あの位置はやりやすかったですね。うん、素晴らしい。次のステージでカインを使うのでね、このまま進んでいると。サン&ムーンでしたね。なんかストーンでストーンってねっていう言葉コメントがちょっとあるんですけど、ちょっと見なかったことにしていいですかね。うん、まあ一体何を言ってらっしゃるんでしょうか。そうですね、もう雲のステージですね。うん、カインのねこの BGM も癒されますね。癒されながら爆発しましたけどね。ちょっとぶつかっちゃいましたね。そうですね、まあ、ちょっとぐらいならね大丈夫ですね。あとはコピー能力もないし、コピー能力がある状態でねあのぶつかると拾いに行く手間があるのでね、必ずコピーが剥がれてしまうので、うん、そうなんですよ。そこで確定なんですよ。ってしまうんですが、カービツはね厳しいんですよね。さあ会員スパークですね。会員に電気が流れようとも会員スパークで敵を倒せればよし。ここまでね散々可愛がってきたカインに手厚い一撃がね実は加えられていると。カイン自体もね痺れているんでしょうかねこれね。これね通常プレイでもね、うんうん、かなり強いと。さあ言っちゃってごめんなさい。いやいや大丈夫です。ペンギンがいましたね。ここはアイスがないと進めないので、ペンギンを吸ってアイスになりましょう。このカインのアイスは、この攻撃ボタンで周りに、カインの周りにアイスを作るんですけど、氷の空間を作るんですけど、押しっぱなしにすると、カイン自身が凍ってしまうっていう、なかなかね、ユニークな技ですよね。やっぱこういうユニークな発想があるっていうのが、やっぱ任天堂さんの素晴らしいところだと思うんですよね。そしてここは水の抵抗があるので、カインでしか進めないと。さあ打って変わってここはカービィなので、この空の曲のね BGM が聴ける。凍らせてアタック、クラゲを倒していきます。このスパークがね必要だったんですね。さっきスパークからアイスになって、その後またスパークになると。さあなぜこのスパークが必要かというと、1アップ、おめでとうございます。カービィちゃんは特に1人増えたりはしないんですが、そうですね。さあここでスパークを使うんですね、はい、シャッツオと一緒に身投げするかと思いきやカービィは生き残ると。そしてここでクーの登場ですね。この風に対して抵抗があるのはクーだけなんですね。だからクーに乗ると。さあやってまいりました。カッターを投げてくる。さあこの YU 君もね、 YU もあのカッターを投げてくるのが結構ランダムなんでね、でも上にいるとこうやって2個投げてくる確率が高いと私も思っています。吸い込んでカッターに投げました。誘導が効いてる感じはするんですけど、そうですね、まあでもランス、ね、そうなんですよね。うん、固定が難しいと。そう、中ボスは結構運頼みなので、最終的にカービィツは運ゲーって感じですね。さあ、ここはカッターで破壊できるところでゲットしました。いや、本当にね、順調に虹の雫が集まってますね。この虹の雫ね、なんかラグビーボールみたいな形してるんですけど、皆さんはね、何に見えますか？私はね、私じゃなくて、なんか動画とかだとね、焼き芋っていうね、コメントあったりするんですけど、私はね、もう何も見えなかった。別段に聞いてもね、ちょっと答えが出てこなかったので、なかなかね、表現が難しい。ね、うん。さあ、進んでいきましょう。
まあ、クーはね、水の中あんま得意じゃないので、意外とこのカエルのね、俊敏な動きに当たりがち。誘い込みながら安定で進んでいきましたね。あ、安定をとってます。うん。これカエルがね、結構挙動がね、ランダムというか、体当たりしてくる時があるので、当たらないようにしますね。さあ、ここで勝った後お別れしてバーニングですね。バーニングで横のドアに入っていきます。ここも風の抵抗があるので、空じゃないと結構くるくる回るステージですね、ここはね。ああ、フランスパンって素晴らしいですね。虹のオムレツ。はあはあはあ。パン。なるほど、なるほど。飛行石。飛行石。なるほど。飛べますね。うん。確かに飛びそうですしね。皆さんのアイデアありがとうございました。フランスパンのね、ウィキもね、ありがとうございます。クーがね、さっきバーニング取った時に焼き鳥になったっていうことでね。私もあんま思わなかったですけど、確かに焼き鳥になってましたね。今は、クーがストーンを手にしてますね。ストーンはね、どのキャラでもこうやって無敵状態がね、長く続くので、結構ね、便利なコピーですね。さあ、追いかける敵も、クーの速さには追いつきません。綺麗に入っていくと。さあ、また来ましたね、キャプテンスティッチ。もし。体当たりが来ました。こいつもね、こうやって身を挺した体当たりをしてくるか、トゲだけを、投げてくるかの2パターンが、決まりましたね、これ。ワンターンキルですね。気持ちいいです。あいつの無敵状態も、体当たりしてきた方が無敵状態が長いんですよ。トゲを投げてくるだけより。あれがね、一発で決まったのはね、ほんとタイム短縮に非常に貢献してます。さあ、ここも、あ、ここ強制すく水ですね。意外とあるんですね。こうやって見直してみると。私もないと思ってたんですけど、ちょこちょこありますね。このゴールドをね、ちょっとかわしながら進んでいくのは。さあ、ここはね、ストーンで逆ストーンのステージなんでね、これは。ストーンを使って上に登っていくと。これ押しただけで、このまま上に上がるので、非常に楽ちんですね。うん、これ休憩タイムですね。岩は下にあるのに、上にあるブロックが壊れるんですね。そう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 。これストーンで逆ストーンステージでした。足が痺れました。よいしょ。そう、ストーンの重さより風の、方が強いと。思ったよりストーン軽いみたいですね。ここは敵に当たりながら、ゴルドに当たる分の加速を避けてるんですね。衝撃で後ろに下がっちゃうのを避けていると。が狭いんで、被弾の無敵を利用してご利用しって感じですね。そうですね。まあ、クーはね、結構タフなんで、まあ、2ダメージ食らったぐらいだったらね、全然大丈夫ということですね。ちなみに、こっち側の、味方側の体力は6あって、別に、クーとでもカインでも差はないんですけど、敵からは、確か15メ、12メモリか。12メモリあるから、だからカッターで5発で死ぬんですよね、綺麗に当てると。2.5、2.5、2.5、2.5、2.5 で5発で死ぬんですよね。ボスキャラは、そのメモリ、1メモリに対して、もうちょっと分厚い走行してますね。さあ、ここは風の抵抗を受けていると見せかけて、受けてない場所なんですね。ちょうど風の抵抗を受けないところね。ここは別に空じゃなくても、いけるはずですね。足が痺れる原因ね、助かります。ありがとうございます。軽い石もね、助かります。ね、みんな調べてきますね、これ。らしいリスナーですね。そうですね。リフチさんもなんか気になることあったら聞いてみるといいと思いますよ。いきなり言われてもちょっと思い浮かばないですけど。さあ、雲のステージなんで、ね、結構この強制風、強制風圧のステージなんですね、結構ね。リック君は次いつ見れますか？これに対してはどうですか？まあ、どうでしょうね。ちょっと待ってていただければ、もしかしたら。そうですね、次回見れるかもしれないですね、またね。まあ、エンディングとかにいるんじゃないですか？そうそう、BGM がね、そのカービィ単体の BGM っていうのはあんま RTA だと聞けないですね。このカエルをきれいに避けていって、このカエルを避けていって、このカエルを避けていって、カエルを避けていって、綺麗ですね。これ結構ね、被弾率高いので、ほんと綺麗にね、処理していただきました。ありがとうございます。
ザックワークなぜかそうカッターを出しているとちょっと早く登るらしいですね。これについてはよくわかりません。なんだかわかんないけど早く登れるんでね、出しておきましょうみたいな。そうですね。あ、皆さんね、私がこのカエラオタマジャクシって言ったのを覚えていただいてね、ありがとうございます。さあ、やってまいりました、ボスクラッコ。このクラッコはですね、この初期段階、幼児段階とあの成長段階がね、あるんでね、まあ、さっきのトリプルデラックスにもなんか派手なやついましたけど、キーパーいます。いいですね、よかったです。結構出れてくれましたね。カッターを出した後に次のカッターを出すためには、あの出したカッターが画面外にないといけないので、結構位置によってはね、攻撃が遅くなっちゃったりするんですけど、今回はね、綺麗に対応できて、そしてこのクラッコも攻撃すると目玉を1回転させてひるむっていう性質があるので、タイミングよく綺麗ですね。これいやー鮮やかでした。だいぶスムーズでしたね。うん、クラッコね、意外と鬼門なんですよね。あの最初の敵もランダムですしね。さあ、あっという間にラスボスにやってまいりました。さあ、ラストステージ、ここにね、デレデが待っていることでしょう。それでね、やっつけに行きましょう。そうですね、やってまいりました。カッター、今度カッターでなんかダジャレ言ったコメントはちょっとスルーの方向でいいですかね。あ、集中されていたのでリブツさんには届きませんでしたね、この声は。ごめんなさい、ちょっとコメントは僕あんまり見えてないので、はい、あの後頭部さんの裁量にお任せします。わかりました。カッターのね、なんかダジャレを考えてるコメントがたくさんあるんですけど、ちょっと許せないですよね。そうですね、うん、こっちは真剣に走っているというのは、そう真剣にやってるんですね。ほら、この敵もね、こうやって続々と襲いかかってくるんですけど当たらないっていうね。このワドルティに関しては上にいると全く当たりませんからね。さあ、この中ボスたちの、ラストのステージは中ボスの動きがちょっと速くなってます。お構いなしで綺麗に決めました。敵もね、ただぴょんぴょん跳ねるだけの敵だったんでね、楽でしたね。特に飛び上がられると結構めんどくさいんですけど。そうなんですよ、いいパターンでしたね。そう、敵にもね、デレコードとツンコードがあるのでね、中ボスに関しては今回なかなかデレデレですね。そうですね、日頃のね、あの行いが、もうリフトさんはね、この大会に向けてね、ほぼ毎日ね、あの練習されていたので、今日ね、失敗するわけがないと私はね、確信してるんですよ。そうですね、皆さんにね、綺麗な走りを見ていただいて。ちょっと早いですよ、敵がね。敵の動きがちょっと速くなってます。後半に行くにつれて分かりやすいかな。こいつもね、ちょっと速くなってますけど。あとは、あの空中に浮いてる状態だと当てやすいですね。さっきの黒い塊みたいなやつも、さっきの黒い塊みたいなやつも、上に、宙に飛んでる状態じゃないと当たらなかったりするんですね。地面にいるときは当たらないので、ジャンプでピョンって跳ねたタイミングを狙って、そう、そういうタイミングをね、って感じですね。そう、こっそり測ってるんですよね。クラゲ多くないですか。まあ、クラゲ結構多いですね、確かにね。まあ、寄り道っていうか、カインを取るときにクラゲにあったりしてるので、結構必要な、虹の雫必要なところでカインじゃないや、あのクラゲがね、出てくるって感じですね。さあ、強制スクロールステージですね。いや、このステージも、まあ、見ることはないでしょうね、こんな特徴的なステージはね。なかなかね、こういう珍しい。道なりに沿って。そう、道なりに、ね、沿っていく。こういうステージはね、もう滅多にお目にかかれないですからね。まあ、今日で見納めって感じですけどね。クラゲのね、調べていただいてありがとうございます。あ、コメントがね、ちょっと反映できなくて申し訳ありません。もうちょっと鋭いダジャレにしてカッターだけにっていうコメントがあるんですけど。なるほど、なるほど。リフトさんがね、今笑ってくれたので、よかったです。突っ込んできましたね、こいつ。このミスターフロスティはね、ちょっと出るじゃなかったですね。ツンでしたね。あえて襲ってくるパターンと、お尻を出して、あのアイスを出してくるパターンがあるんですけど、お尻を出してこなかったですね、最初に。お尻を出すと早いんですけどね。さあ、ここにカッターがいるので、さっきね、カッターを捨てて進めたんですね。コピー能力でカッターを紛失するのに合わせて敵を倒しています、今ついでにね。コピーを取るとエフェクトがいちいち出るんですけど、その出たエフェクトのコピーにもあのダメージがあるんですよ。だからそれを使って敵を倒していると。
こういう細かいことのね、積み重ねなんですね。うん、あれあ、こういうとこちょっとやらない方がいいですか。いや、いいですよ。これなんか、既視感ありますね、これね。めっちゃ見覚え。うん、あれなんか数分前に。ね、さっきなんかこんな感じのやつ、見た気がするんですけど、気のせいかな。まさかね。ねえねえ。あ、中ボス違いますしね、これね。さあ、こいつはカッターを出してくる敵なので、綺麗に倒せると。自分のコピーを星にしてまとめて倒すということですね。さっき見た気がする人は、まあ、気のせいですかね。あ、この水に入るステージもなんか見た気がしますけどね。あ、でもちょっと構造違いますね、これね。ゴルドとかね、いなかったですしね。スイッチはね、結構空の動きがね、あのカッターを出すのが1挙動遅れるので敵に当たりやすいんですけど、きれいに、ね、処理されましたね。下から通ってゴルドを避けていきます。敵の構造がちょっとだけ変わってるんでね、道は似てるんですけど、ここのスカーフィーの上下に合わせてちょっと動きをねゆっくりしてます。ただブロッキーが大素晴らしい、あ、素晴らしい。でもいいブロッキーでしたね。ブロッキーがこのジャンプをしてくるブロッキーはデレデレなんですね。いきなり体当たりをしてくるブロッキーは動きも速くなってるんで結構当たりやすいんですね。そうですね。オートパターン自体はかなりデレパターンですね。そうなんですよ。さあ、風に流されて進んでいきます。最後までね、クーはパートナーとしてね活躍してくれましたね。あ、まだステージ残ってましたね。あれ、このステージなんか見たこと、なんか、この強制みたいな気がしますね。なんか既視感ありますね。さっき既視感でなんか検索、うん、あのウィキをね調べてくれたリスナーさんもいたんで助かりますけどね。これさっきね、下上って進んでたんで、今度上下って進めばね、あの綺麗に帰れるというシステムになってますね。これ子供の頃ね気づかないですけどね。真ん中も通れるんですけど、真ん中ね、結構上下に挟まれてね。あとバットが強い。あの、バットくんカッターをね、ああやって切り裂いてくる。弾いてきますから。そうそうそう。強いんでね、あの子は避けていった方がいいと思います。中ボスはその中で一番厄介な。さあ、やってまいりました。キャプテンステッチ。こいつキャプテンスティッチかと思ったらキャプテンステッチでしたね。さあ、東京投げてきて。あ、ミスった。くそ。大丈夫ですよ。さあ、体当たりしてきました。あ、吸い込めてないな。様子見ましょう。こいつはね、動きが速くなってるんで、無敵状態の解除も速くなってるんですよ。だからまとめて厄介ですね。 OK。 あとは空中にこいつ浮く様子があるんでね、そう、なかなかね強いですよね。うん、どこら辺がキャプテンなの。どこら辺がキャプテンなんですかね。まあ確かに、まあ中ボスの中で言ったら一番強いと思いますけどね。そこはキャプテン要素かな。うん、吸い込んで、まとめて吐き出す。ここ暗いんですけど、ここ明るくすると、何かね、文字、コピーが浮かび上がってくるんですけど、私たちはね、知ってるんで、バーニング、ストーン。さあ、このストーンを使ってね、このドアをストーンとね、開けていきますけどね。ストーンになって、okay. そうそうそう。で、次はニードルですね。今まで使ってきたね、コピー能力たちが活躍してるんですけど。アイスで。うん、素晴らしい。この上に浮きながら、下ボタンを押すことで、ちょっと浮いた状態でコピー能力を発動することができるんですよ。そうすると、わざわざコピー能力を吐き出せなくても、あ、虹の雫ゲットしましたね。いやー、おめでとうございます。これで全ての虹の雫を揃え終わったんじゃないでしょうか。いや、長い旅に見えてね、うん、あっという間でしたね。あ、ここでクーともお別れですね。次のフロアが、仲間が通れない仕様になっておりますので。そうなんですよね。これラスボス見ていただければ。ここ狭くて。あ、ここ狭くてね、ちょっと通れないんでね。カービィもね、ジャンプがちょっと届かなかったですね。さあ、やってまいりました。諸悪の根源。ラスボスですね。こいつね、序盤寝てるんですよ。あとは、さっきね、トリプルデラックスで発狂っていうのがあったんですけど、カービィシリーズで発狂が始まったのは、多分ここから。
発狂っていうか、まあ他のボスもなんですけど、体力が減ってくると技が変わってくるっていうのは、カービィシリーズは多分2から、まあ、夢の泉、ナイトメアはね後半ちょっと強くなりますけど、他の通常ボスでも技がちょっと激しくなるっていうのはね、来ないか、ジャンプして、そこでジャンプ来るのか、そこでジャンプ、まあまあまあ、うん、決まりました。あれ発狂の話したんですけど、発狂しませんでしたね。しませんでしたね。いやー、倒すのが早すぎました。いや、お疲れ様でした。いや、これでね、無事。タイムいくつですか、これ。いや、かなり早かったですね。いやー、GG ということで。皆さん、お疲れ様でした。いやー、よかったですね。うん、本当に。あれなんか。ね、あれあれ、データの中からなんか出てきた。あ、なんか出てきましたね、これ。なんか出てきましたね。いやー、これタイマー止まってないと思ったら、なんか、これがラスボスだったんですね、これ本物の。こいつの名前は確かダークマターだと思うんですけど、合ってますか？そうですね。ダークマターですね。あ、知ってる。黒い球を投げてきます。球を弾くと、1つ当たれば1メモリ分減らせます。3つ当てると3メモリ分減らせます。カービィがこの剣を使って、なんだっけ、虹の雫の剣の名前を忘れたんですけど、この剣で攻撃すると5回当てると1メモリ減ります。だから敵の攻撃を弾き返した方が早いってことですね。うん、素晴らしい。さあ、倒したと思ったらここで、もう一個のリアルダークマターですね。こいつの方がね、リアルなんですね。眼球の作りとかね。さあ、この弾を弾き返すとダメージが大きいと。受けて当てていく。さあ、残り3メモリだ。あとはカービィの剣を使って、こいつのメモリを削って切ったらタイマーストップです。はい、はい、お疲れ様でした。あった、タイムいくつだったんでしょう。お疲れ様でした。一体いくつだったでしょうか。確認してみましょう。あ、エンディングでリックが見えましたね。いや、よかったですね。これ皆さん、お待ちかねのリックがね、皆さん見えてよかったんじゃないでしょうか。ですね。44分ぴったり。あ、本当だ。いや、素晴らしいですね。43分台で出したらまあよかったかなって感じですけど、うん、まあ十分。本当に、まあまあ、素晴らしいタイムです。44分ということで。ちなみにね、リプティさんは世界記録を持っています。ということで、43分台なんですよね。だからほぼ、そうですね、ほぼですよ。言うて、まあ、うん、1位の時のタイムとね、47秒ぐらいしかね、変わらないんでね。そうですね、1分ないぐらいの差なんで、うん。素晴らしい走りでした。このエンディングね、カービィちゃんも手を振ってるのでね、皆さんも手を振ってもらって。はい、いや、じゃあ、リプティさん、何か感想ありましたら。感想をどうぞ。はい、まあちょいちょい細かいミスは多かったんですけど、まあまあまあ通してみたらあんまりでっかいやらかしはなかったので、まあまあ十分な走りは見せられたんじゃないかなと、はい、思います。ありがとうございました。いや、本当素晴らしかったです。私もちょっと邪魔してしまったようなね解説だったかもしれないんですけど、非常に楽しくこの空間にいさせてもらいました。はい、ありがとうございました。ということでですね、これを見終わった皆さんは、ツイッチの画面見てると思うんですけど、なんか右上にフォローするみたいなボタンありません？またはフォローしてる方は、なんかサブスクライブっていうボタンありません？まあ、押しておきましょうね。うん、そこだけは、ちょっと全然関係ないんですけど、いいかなっていう。今回、この企画をしてくださった RT in Japan さんも、本当にありがとうございました。ありがとうございました。まあね、エンディングの方もザ・エンドということで、これにて終了とさせていただきます。はい。はい、あ、サブスク済みの方がね、たくさんいらっしゃるということでね、ありがとうございます。その方には失礼いたしましたと。失礼いたしました。いたしました。他には何か、リフティさん、多分予定時間50分だったと思うので、6分、うん、なんか自由時間が。まあまあ、でもエンディングも流していただきましたし。はい。そうですね。大丈夫ですかね。
というわけでですね、じゃあ締めはリプテさんにお願いしてよろしいでしょうか。はい、じゃあこの度はカービィ2ベストエンディング RTA の方視聴いただきありがとうございました。それでは運営の方にお返しいただきします。ありがとうございました。ありがとうございました。リビさんもありがとうございました。はい、ありがとうございました。お世話になりました。本当に解説も助かりました。素晴らしい走りでした。じゃあ全然だったんで、はい、いえいえ楽しかったです。お腹も空きましたけどもうすぐお昼ですからね。ですね。栄養も取ってください。はい、わこれ自分で切断すればいいんですかね。これはこっちで何かした方がいいんですかね。指示はなしということで。多いんですが。